皆さん、こんにちは。あなたは女性との初対面で相手のどこを見ますか？顔？体？喋り方？人によって目が行ってしまう場所は違うと思いますが、当然女性側もあなたのあんなところやこんなところに注目してるんですよね。今回の動画では女性が初対面であなたのどこを見ているのかについて解説していきたいと思います。これからますます出会いが増える人はぜひモテチャンスを広げるためにも参考にしてみてください。ただ前もって伝えておきます。ここで紹介するすべてが全員に当てはまるわけではありません。どういう意味って思った方も内容を見ていただければわかると思います。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 顔、肌やひげの濃さ。女性はまず男性の顔を見ます。やはり第一印象で顔を見ない人はいません。顔を見た結果、なんとなくタイプだなとか、全然タイプではないなどとそれぞれ判断するのですが、これが絶対にその後の恋愛につながるかどうかというと、それは 100% ではないです。世の中には顔だけで選ぶ女性もいれば、顔だけで選ばない女性もいるからです。顔の中でも特にどこを見るかというと、肌質や眉毛、ひげを見る人は多いです。肌があまりにも荒れていたり油ぎっていると、女性はあなたにあまり近づきたくないと思うでしょう。病院でケアしている人もいると思いますし、同じように肌の悩みを抱えている女性もいるので絶対ではないですが、お手入れに無関心とか不潔というように判断された場合は拒否されます。眉毛を整えていないのも同じ理由です。あと、整えているんだけど形が嫌だ、つまりその形にしてしまうセンスが嫌だと思われる場合もあります。ヒゲを伸ばしている人も賛否両論になる場合が多いです。ヒゲが好きか嫌いかは結構はっきり好みが分かれますからね。もちろん中途半端に伸ばしているくらいなら綺麗に剃って会いに行きましょう。無精ヒゲで会いに行ったら、今日のデートどうでもいいと思ってるの？と疑われますよ。もちろん内面が素敵すぎたら外見の問題は二の次になる場合もあります。それこそ女性の方から、その眉毛整えたいとか、ヒゲ剃ってと言ってくれる場合もあるし、あなたがそれに応じれば一気に問題は解決することがありますからね。初対面で顔のいろいろな部分に目が行くこと自体は絶対に逃れられません。ただどの程度気にするかは人それぞれです。人によっては肌が自分より綺麗すぎると劣等感を感じるから嫌だと思う女性もいるのです。自分のすべてを全員の好みに合わせるというのはそもそも無理ですね。 2. 笑顔。笑顔に注目する女性は多いです。正確に言うと笑顔に目が行ってしまう、笑顔に引きつけられてしまうといった方がいいかもしれません。笑顔は相手を幸せにします。あなたが笑顔でいることで女性の笑顔も引き出されます。あなたが素直に笑ってくれるだけで初対面でも女性は前向きな感情を抱けるのです。また笑顔は初対面だからこそ特に大切です。待ち合わせの場所に来た男性が無表情だったり鼻で笑う対応をしてきたら、女性はがっかりするでしょう。これはあなたと会うことを楽しみにしていた女性だと余計に衝撃が大きいです。なぜかって、女性は笑顔がないあなたを見て期待外れって思われたのかもとか、面白くなさそうと思われたかもと心配するからです。恋愛経験が豊富で自分に自信があって余裕にあふれた女性だったら、笑顔がない相手を目の前にしても冷静に空気が読めるかもしれませんが、ワクワク楽しみにしていた女性だったらショックが一番強くなってしまいます。クールでモテるのはごく一部の人たちだけです。笑わない人はあからさまに退屈そうにするなんて子供なの？失礼だなと思われる可能性もあるので、相手のためにも自分のためにも笑顔を大切にしていきたいですね。 3. 筋肉、体。女性は男性の体つきや筋肉を見ています。隠さずにあえて言いますが、これはやはり下心を持って見ているんです。女性もみんな男性からいやらしい目で見られたら嫌だと思ってはいますが、それは好きな人以外からっていう意味です。恋愛が始まりそうと期待をした相手のことは女性側もどうしても下心を持って見てしまいます。この体に抱かれたらと想像したり、この広い背中に抱きついてみたいと期待に胸を膨らませるのです。身長は高い方が好まれるとよく言いますが、これは絶対ではありません。割合的に背が高い人の方がモテますが、いくら背が高くても嫌な人なら嫌なのです。好みかどうかは別として、女性は勝手にあなたの体を見て勝手に査定しているでしょう。ただもちろんそれは恋愛対象だと思った場合のみです。恋愛対象じゃなければ見もしないし、もし見たとしても勝手になしだなと思うだけでしょう。4. ヘアスタイル。
顔がタイプじゃなくても髪型だけでなぜかかっこよく見えること多いんですよね。また反対に顔がすごくかっこいいのに髪の毛に何も気を配っていなかったらモテません。本当ならモテるのにモテないってことになります。それくらい初対面でヘアスタイルは重要なのです。ヘアスタイルがパッとしなかったら第一印象が悪いので、なかなかその先興味を持ってもらえず終わることが多いです。美容室に頻繁に行かずに伸ばし放題とか、寝癖を直していないとか、ボリュームがありすぎるとかですね。美容師さんに相談したり、動画などでちゃんと調べて普段からケアをするだけでヘアスタイル問題は解決できるかもしれません。見たくなくても目に入ってくるのがヘアスタイルです。5. おしゃれ。おしゃれな人はやはり初対面でも印象がいいです。そのセンスに惹かれるということですね。普段スーツの人であれば初めての私服に注目されることがかなり多いです。おしゃれの好みも人それぞれですが、大事なのはあなた自身に合っているかとか、季節感が間違っていないかという部分だと思います。あなたのセンスが女性の心にヒットすれば、あなたは相手を第一印象で惚れさせることができます。一般的にはピチピチなシャツやデニム、あとはダメージすぎるデニム、上下デニムのセットは賛否両論になりやすいです。ほとんどの場合が似合う人が着てるならいいんだけどと思われてしまうんですね。とはいえ、おしゃれは個人の好みですから、嫌なら一緒に歩かないでください。つまり縁がなかったですねとなっても別に仕方ない話です。全くおしゃれに関心がないのなら、関心を持った方がいいのは間違いありません。おしゃれの好みが合わない点ではなく、そもそも関心がないという点を嫌がる女性もいますからね。6. 声。初対面で声に注目する女性は多いです。この声好きって思えば興味につながるし、反対にこの声嫌って思えば興味が消えていくでしょう。生まれ持ったものなので、これも相性があると割り切った方がいいでしょう。低い声にドキドキするのは女性の本能です。高い声の男性や笑い方が甲高い人は比較的拒まれやすいです。どうしても聞いているとストレスが多くなるようですね。女性でもびっくりするくらい声が高い人や低い人はいます。そしてそれをコンプレックスと思っている人ももちろんいます。全てを受け止めちゃうくらい好きって思えたら、声も気にならない問題なんだと思いますけど、やっぱりそういう相手に出会えるかどうかが一番難しいところなんですよね。7. 食べ方。これはおまけですが、初デートで相手の食べ方を見て引いてしまう女性は多いです。ずいぶん前に男性がフードコートで席を探している様子を見て冷めるという蛙化現象のネタが話題になりましたよね。おそらくですが、フードコートで一生懸命席を探している人を見て冷める女性なんて実際にはそんなにいないんです。もしそういう女性がいるのなら、それはそもそもフードコートが問題なんでしょう。おしゃれなカフェをチョイスしておけば何か違うかもしれません。一般的には汚い食べ方や雑な片付け方、相手が食べているのを待てない性格を問題視する女性の方が圧倒的に多いと私は思います。初対面とはちょっと違いますが、食べ方については初デートでやらかしがちなので注意しておきましょう。以上、女性が初対面であなたのどこを見ているのかについてご紹介しました。いかがでしたか？好き勝手言ってくれるなと不快感を抱いた人がいれば申し訳ないです。今回の内容は完全に女性目線の勝手な意見だと思っていただければ結構です。ただその勝手な意見があちこちで行き交っているのが現実です。みんな勝手にあなたのことを評価しているのです。モテるためにはその評価で A を目指していかないといけませんよね。そしてもちろんあなた自身も相手の女性を評価して構いません。心から好きって思えて、この人にかっこいいと思われたい、この人のために優しくいたいと思える相手が見つかることを願っています。ぜひたくさん出会いを探しに行ってください。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。